サイゴン在住のカラユキさん、普通両インドシナの切手やサイゴンのスタンプが押されているカラユキさんは、九州で使われていた言葉で、19世紀後半、主に東アジア、東南アジアに渡って、娼婦として働いた日本人女性のことを指す。女性たちは、長崎県島原半島、熊本県天草諸島出身が多く、海外渡航には専業者が介在していた。 カラユキさんとして海外に渡航した日本人女性の多くは農村、漁村などの貧しい家庭の娘たちだった。彼女たちを海外の召喚へと橋渡ししたのは貧夫ットなどと呼ばれた圧線業者、ゼゲンたちである。ゼゲンの記録として長崎出身の村岡伊平寺による自伝がある。ゼゲンたちは貧しい農村などを回って年頃の娘を探し、海外で 奉公させるなどと言って、その親に現金を渡した。前言たちは、彼女たちを売春業者に渡すことで手間賃を得た。そうした手間賃を集めたり、投資を受けたりすることによって、自ら海外で召喚の経営に乗り出す者もいた。こうした、日本人女性の海外渡航は、当初世論においても、上司軍として懸念され、明治末期にその最盛期を迎えたが、国際的に、 人身売買に対する批判が高まり、日本国内でも彼女らの存在は国家の恥として非難されるようになった。英両マラヤの日本領事館は1920年に日本人商婦の追放を宣言し、やがて海外における日本人召喚は姿を消していった。カラユキさんの多くは日本に帰ったが、好政策もなく残留した人もいる。カラユキさんの主な渡航先はシンガポール、 中国、香港、フィリピン、ボルネオ、タイ、インドネシアなどアジア各地である。特に当時アジア各国を植民支配していた欧米の軍隊からの強い要望があったところへ多く派遣された。また、さらに遠くシベリア、満州、ハワイ、北米、アフリカに渡った日本人女性の例もある。 三田館八番商館に描かれた大正中期から昭和前期のボルネオの例では、商婦の取り分は50%、そのうちで借金返済分が25%、残りから着物、衣装などの雑費を出すのに、月20人の客を取る必要があった。返す気になって、せっせと働けば、そっても毎月100円ぐらいずつは返せたよというから、検査費を合わせると、月130人に相当する。 普段の客は、さほど多くないが港に船が入った時が、どこの召喚も、満員で、一番、ひどい時は一晩に三十人の客を取ったという。一泊十円、泊まりなしで二円。客の一人あたりの時間は、三分か五分。それよりかかる時は割増料金の規定だった。現地人を客にすることは好まれず、かなり接客拒否ができたと見られる。しかし、 月に一度は死にたくなると感想を語り、そんな時に休みたくても休みはなかったという。森崎和恵によれば、明治時代の九州で、勝負に限らず、海外へ出稼ぎに行った男女を、唐雪と呼んでいた。大正時代頃から、主に東南アジアへ行った勝負を呼ぶようになった。昭和10年代には映画、唐雪さんの上映があり、また、第二次世界大戦後は評論家。 王や宗一のルポに、からゆきさんの紹介があるが、一般的に知られた言葉ではなかった。広く知られるようになるのは、山崎智子、三田館八番召喚以降である。ありがとうございます。